どうもゲタハナです本日のテーマは「仮装中に遺体から血が噴き出すって本当ですか?」というテーマでお話をさせていただきます。はいえーまあ、ショッキングですよ、ね、うんであの漫画のね方あの最後の日を灯すもの」えー「仮装場で働く僕の日常」という漫画の中にも書いておりますその絵写ね。はい、であの漫画ねめちゃくちゃ結構こだわって書いてるんですよ実は。だから あのアマゾンのレビューとか見ていただいたらわかるんですが仮想場職員さんんが普通に読んでますね <laughs> だから多分ねあの現職の人全然あの漫画見てもね違和感ないと思います多分ねあの他の漫画とかでまあそのなんか火葬場の漫画とかじゃないけれども、えー、その漫画見てなんかここ違うけどなって思うことって多々あると思うんですよ多分あの現職の人はまあでもあの漫画見てねあ,のあんまりそれは違和感ないと思います なんかおうそうそうそうみたいなはい感じですね、えー。で、そして今回のテーマもそのそうそうそうの一つなんですよ。はい。あのちなみになんですけども、あのみんながみんなそうとかじゃないですよ。はい。えー、そういうわけじゃありません。まあ。 ななんんかいろんなパターンありますけれども、ねまあ例えばその腹水がとかね色とかそういうのも効くし、えー、例えばけ結構あの点滴をねずっととか言ってたらもやっぱ水分も多くなるしとか、まあ、あとはもう本当にそに亡くなった方のまあいろんな方の差でね、はいえー、そういうことがあったりなかったりとかそれはいろいろありますがどれぐらいかって言ったらですねまあそうですね一番、えー、本当にねその出た時っていうのは。 あのそののあ、ね、ご遺体あるじゃないですかで火葬してるじゃないですかそしたらなんかお腹のあたりからあの天井までビシャーっていうね、はい、あのそれぐらいやっぱあの水分出ることもありますだからこれあの血って言ってますけど血以外もありますよ体液、まあ、それこそなんか水分、ねえー、透明だったりとか、まあ、血の時もありますけれどもあのやっぱりそういうことはあります。はい、であのこれね まあそれ言うと、なんかすごい、なんかある意味、なんか怖みたいな、ね、えー、みたいな、思うと思うんですが、はい、ただ、あの火葬場職員の下駄君的には、えー、もしそういうふうにですね、なんかその体液ね、えー、なんか液体がびゃーって、もし出た場合、およしよしって僕、思うんですよ。はい、えーっと、なんすかと、下駄君、大丈夫ですか。あのね、そういうことじゃないんですよ。 それ要はあのー、これね仮装するときにまあ先輩から言われたのはねあのー、まあご遺体は水袋だと思った方がいいよとはいまあ、そういうまあ表現があれですけどまあそういうことを言われたわけですよで確かにあのー、本当に水分多いんですよはいあの本当に多いですなるくその仮装中のね例えばご遺体がその真っ黒っていう表現しますけどこの真っ黒ってあの乾いてないですからねテカテカですからはいで基本的に何かずっと流れ出してるんですよ。 っていうようよよなな状態なんですよねだからあのマットではないっていうね、はい、すごくあのテカっているような感じですでそれプラス要はその例えばピューッと出るとこれ要は体からですねお水ね水液体がビャーッと出るわけでしょこれ仮想に有利なんですよはいそうなんですあの水分出した方がいいんですよだから臓器に絞るでしょでお水出るじゃないですかね乾きやすいですよねはい もうそれと一緒ですあの出てくれたら逆にね、えー、助かるんですよ遺体の水分が減るから少しでもね。はい、ってなったらあのやっぱり仮装時間こうち,ょちょっとこうできる、ねまあ、そういう感覚があるんで、えー、僕としてはそういう現場だったらあ,なんかありがとうございますみたいな,、はい、なんそんな感じでした僕はね。はい だから、あのーまあ、一応漫画の方では、ね、なんかそのピューって出てるんで「まあ、うわ」ーみたいなそれはもう漫画ですからねなってますけど、まあ、実際はあのなんか別にそれ見てね「なんかうわ」ーとか僕も全然ならないですね。 本当にもうさっきもちょっと言いましたけど、本当なんかありがとうございますみたいな,なんかそ。そんな感じでしたよ。なんか手助けしてくれてるみたいな感覚になります。あの、はい。あの、なんかあ,ありがとうございますみたいなね、えー。そんな感じでやっておりました。はい。えー、ということで本日はあれ吹き出すって本当ですかということでね。まあ本当ですかというか、まあ嘘だったらすごいですよね。漫画にまでになってね。<laughs> <laughs> まあ別に疑ってるとかじゃなくて「え本当っすか?」みたいな多分そういうテンションだと思うんですけどね。はいえー、と,ということでお話をさせていただきましたではまた火葬場のことでわからないことあれ何だったんだろうなということがありましたら「ゲタ花をホームページからぜひご利用ください。